多くのサポーターが駆けつけました。そのサポーターの前で日本の選手が喜びを、あ、そしてドーハのインタビューですね。もう一つ高橋さんです。後半少しずつチャンスが生まれる中での投入になりました。どんなイメージでゲームに入ったんでしょうか？いや、もう俺が決めるっていう気持ちで入りましたし、いや俺しかいないと思ったんで、強い強い気持ちでピッチに入りました。選手たちで大きな輪ができました。次のコスタリカ戦に向けてまた意気込みお願いします。いや、これに一喜一憂せず、強い気持ち持ってまた一丸となって戦いたいですし、まあ、僕が、日本サッカー盛り上げるという気持ちでこのピッチに立っているので、皆さんぜひ期待してほしいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。